はいどうも、モナカ航空があるモナカです。おはるです。100万 VTuber、ザキです。はい。というわけで今回は、はい、ザキニキに来ていただきました。イエーイ。、まあ、ザキニキにとっておきの企画というか、ポーカーマージャン、はい、はい、で対戦していきたいと思います。お願いします。お願いします。で、ポーカーがね、うん、ガチ勢ということで。ガチ勢ではない。一応ハードル上げるとか。ガチ勢ではない。かなり強いと思いますけど。そうだね。楽しみにしてやっていきたいと思います、はい、で、ポーカーマージャンのルールに関してはポーカーマージャンって動画が上がってるんで、そう、それ見れば多分すぐ把握できると思うんで、うん、本当マージャンとポーカーが合わせてます。脳天とか上がらないっていうのだけしないように気をつけて。あ、そう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 。上がったこのマージャンはね、勝負できるから絶対に全員上がるんで。じゃあ、やばじゃんけんいきますか。はい、じゃんけん、じゃんけん、はい、では、はい、ポーカーさんから、はい、参加料だけ。そうですね。はい、とりあえず。BB。BB。早速。厳密に言うと BB じゃないんですけどね。さっき教えてもらった。これはね、じゃあとりあえず1枚かな。ああ、それは、こうね。まあ、最初はね。最初は。最初はね。最初はこの中よく行きましょう。はい。で、これが、なんかこう、ポットになるんですよね。ああ、なるほど。いや、ポーカーっぽいわ。で、前回よりポーカーっぽいから。で、もう始めちゃったかな、はい、いや、楽しみだな。まずはね、うん、やっぱポーカー強いとポーカーマージャンも強くなるね。いや、それはやっぱり。あ、それはやっぱり。自信満々やな。否定から入ると思ったらね。ゴリゴリ肯定してきた。そんなことないんですよ。いやそれはね、やっぱりね、やっぱ出ますよね、そういうとこね、やっぱ。めっちゃおもろいな、やっぱ。多分速さはそこまで重要じゃないですよね。そうですね、最終的に打点だけも積み切ってくれますもんね。そうですそうです。最後はちゃんとしたので上がれそうだったらいいですね。打点がやっぱないと、そのやっぱりね、相手のレイズに対してもね、コールしにくかったりしますもんね。打点はやっぱり考えられますね。うん、やっぱりある程度の打点をね、いや、ある程度の打点とかじゃない人いる。極限まで行く。とりあえず一人死んだので。いやー、100万 VTuber になろっかな。今からあれはもう 99% ブラフなんで。、ね、はい、こっちダメですよね。これ上がったらすごいけど。レイチ、なるほど。やっぱり一応分かりやすくリーボー置いときますね。はい、このリーボー前屈してくるもん。振り込んでも痛くないから。まあまあまあね。ロー。いや、てなるほどね。嘘でしょ。それはエグいよ。見てました今、チリソー。それはエグいよ。チリソーの手出し見てました今。なるほど。そういうことね。これ、つもぎりね。うん。あー、ちょっと待ってください。はい、あー、ポイント。あー、まあ、そうっすね。これはね、ポンですね。上がれると思うんだよな。これさ、後からハケ出たらめっちゃ丸ぐらいですか。あ、ないないない、絶対酷使じゃない。全然ない、全然ない。パツ、パツもさ、お前なんか4枚出るよ、大事なの。簡単だな。何の言い訳もできない。マジ？え？俺上がれるかもしれない、これ。はい、いいっすか。3ピン、お互い4、うん、はい、あ、でもこれ、ここで終わりっすね。僕のレッドタイムからですね。これ、オールにあるな。これは、100万でしょ。100万ですね。いや、まあでも、まあ、まあまだありますか、で普通に。だから、違う可能性、この前もなんかね、国士だと思ってたら、チートイズ。早すぎ、高さすがね。いや、もう言ってるの。これ言ってるの。チートイでもできない。ない、考えた結果、パス。パス、パス、パスね。はい、チートかな、本一あります。いや、どうでしょうね。僕、ウーピン3枚持ってるんですよ。あー、はんはんはん。まあ、こっちは持ってないですからね、ウーピン。そうそうそう。これ、そうですね、例えばですけど、同じ羽マン同士だったらどうなるんですか、ドラの枚数。6役と7役だと、7役の勝ちで、はい、
7ドーズだと、ドラの枚数で。なるほど。ドラの枚数だと有利っていう主張でいいですか。そうです持ってても黒かな。3ドローってここだよね。そう、はい、めっちゃ後半ですね。はい、そうですね、後半ですね。2枚。なるほど、2枚ですね。なるほど。そろそろピンズもう出ないんじゃないかって裏辺で論してますね。おりますブラフ。うわよしよしね、さすがに厳しい。いや、冷蔵感…いや、さすがにね、先生した先生。まあ、まずはどうぞどうぞ。よし、いただきます。すいません、どうぞ。いやいや、でかいでかい。じゃあ、1枚で、ね、はい、まあ、1枚アップかな。1枚アップ。なるほど、まあ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 、とりあえずね、とりあえずね、まあ、1枚ならよし。とりあえずね、僕目線コール絶対できないんで。あー、なるほど。戦ったら絶対負けた。コールしたとしても絶対ドラの枚数負けてるんで、僕持ってなかったんで。でレイズに、レイズかフォールドなんですけど。なるほど。いや、すげえ、やっぱガチだね。考え方がガチだ。そうレイズ、いや、ペイが出てないのよね。これはね、多分ですけどね、これ多分地獄になりますね、これ。これ多分最終的に地獄になりますね、これね。打つわ。おわー、でもペイは出てきたってことは、これドラ、うん、ああ、なるほど、そういうことなんだか。厄介ドラさん確定。いや、でも出るもんはしゃあない。いやー、なるほど、はい、でもそれ漫画しかないっすよね。厄介ドラさんですね。漫画しかない。漫画、それ漫画しかないっすよ、だって。あ、できます。あ、できます、できます、ですよ。まあ、白は持ってると、やっぱり新ドラ、リャンゾー感したことによってね、これ僕のね、ドラがね、スモ、スモ、はい、どうぞ。いや、嘘くせえ。OK です。これであとはソースさえ引かなければ。あー、詰まったか、ソース。これ、ミスね。あ、オープンで OK です。あ、はい、なるほど。チーソーはガチだな。この人上がれないですね。いや、まあ、これはね、はい、ロン。ちょっとマジクソな勝負できたって、この出会いは。なんか違うことされてますね。マジクソは、マジクソは3で、なるほど。はい、はい、じゃあ、11点でお願いします。これ白10です。これ引っかかりましたね。白10です。これ引っかかりましたね。僕実はこれリャンソーとルソーを持ってるんですよ。リャンソーとルソー持ってる、うん、赤ウソーを僕2枚持ってて、リャンソーも持ってるんですよ。なるほど。で、ここにリャンソー出てて、なるほど、ドラがない。なるほど。これは自力で勝ってる。なるほど。ただ私無限大の可能性ありますから。現状負けていたとしても現状負けていたとしても、でも中4枚出てて、白4枚乗らないんで。売れますか。いきます。はい、あ、違う、気がしちゃった。あ、もう折った。気づかなかったわ、存在。大丈夫です。じゃあ8枚アップでコールで。はい、コールね、OK。 これは多分勝った。はい、いいわ。では現状は、はい、はい、やべ。あ、マジでギャンゾー持ってる。あ、僕はの豚ですね。ごめんごめんごめん。おおいやー、ちょっとね、そう、リャンソーがきつすぎて、もうこれ多分無理だなと思って。あ、だからもうリーチかけといて、そうですもん。そうそう、ちょっと普通にリーチ打ちてる。ね、じゃあこれは4点でいきましょう。もう回収しに来てるな。回収しに来てる。しかないかな、4。いや、俺どうしようなぁ。いや、まあでもここまでは行くか、さすがに。やってきてるってことはみんなそこそこいいでなんじゃないかな。いやぁ、俺目線で言わせてもらうと。いや、でもそんなことないかな。これちょっとポーカー的な話していいですか。あ、はい、これ僕最初に、まあ、レイズしたんですよ、はい、で、みんなコールコールだったじゃないですか、はい、コールコールってことはそんな強くないんですよ。めちゃめちゃ強かったらそこでレイズ来るんで。ってことは現状僕が一番強いんですよ。やばい。いや、それでも確かにそうだな。だ、自分の手がめちゃめちゃ強い、なんか鎮痛になりそうみたいな手だったら、そっからさらにレイズ来るんだ。あそこで絶対レイズしとくもんな。あ、じゃあ嘘でもレイズしとくと、またここで心理戦が発生したんだね。そうなんですよ。そうなんです。あー、なるほど。
いやマジで普通にできるようになるな。普通にフォーカード勉強してた。いやだったらこれは、あ、おっ、これはやばい。これはやばい。いらんもん見せたな。いやこれすらもブラフかもしれない。それすらもどういう、それすらも赤木もやっとったよ、あのバンズのあれだけ。そうそう、あれが一緒だから単葉ドラドラ。俺がやってるのは今それだから。1、ポンポン、あー、赤赤か。1、今にラグが。え、これ泣かないってどういうこと？ロ。はい、はい、そのままで次。はい。ロ。いや確かにでも。いや、見ってたな。これ上手い。めちゃめちゃうめえじゃん。ギャンピンイーピン持ってた。ギャンピンイーピンで持ってて。これ問い唾なんすよ。めちゃめちゃ面白い。持ってた確かに。そうじゃん、俺見せたじゃん。イーピン見えたんすよね。ガチっぽいな。ギャンピンイーピンで持ってたからな。あれガチっぽいな。チートのイーピンタンクじゃないですか。これこれあ、なんか大丈夫ですか。あ、それ嘘でも。ああ、そうですね。じゃあ、これやばい。でもこれそうですね。まあじゃあカンしていいですか。あ、おお、あ、カナの。カンしていいですか。じゃあカナの。ゾーン。うまい。ミスもらった。ミスもらった。ミスもらった。プレゼントないかどうか。うわぁ、どう考えても勝てる、これは。だって、3枚で。どう考えても勝てる。いいピンを、統一で持ってると、読んでいるのに上がったっぽいなと思って。いいのに。いやぁ、勝てると思います。コール、コール入りました。はい、じゃあ、商談お願いします。せーの。リーチちゃんとドライチ。よし。いやー、マジかー。これ上がれば勝てるわ。確かに。気づいてしまった。全然上がりで勝てる。いやー、気づいてしまった。でかい剣を作らなくてもいいということに。勝手にこいつらブラックで死んでいくっていう。上がりは勝てる、マジで。剣どこだったんだ。なんで俺の剣なかったんだろう。剣僕、あ、そっか、そっか、1枚握って、待って、殺すな。吸収して、もう切れなかったんで。そう、共倒れしてるから。じゃあ5枚にします。はい、降りてー。おー、まあ、一応行きましょう。あのポーカーってあのゼロになるまで分かんないんで、まあ、別にでも何の影響もない。何の影響もない。いや、もうリンシャンツもしてる時点で 99% 無理でしょ。ほんまにそうっす。ほんまに。1、早いね。ガチっぽいな。やつ。でも気がついたぞ、用としたな。つも。なるほど。え？なるほど、なんか奇妙な演出が出ましたね。こういう時があったから、ちょっと振り返りしてたと思った。まあ、インペイコーの方かな。あ、わかった。あ、これは見せるんですよ。あ、そうね、そうそう、即相撲。はい、あるなぁ。なんで白で止まるんですか。一応ね、一応画面にしとかないとね。ロッ。そう、いや、地獄探検の9万チートきつかったんだよ。2枚ぐらいにしますか。2枚どうします。
今もうその忘れてましたやられたさっきのお返しされたあーいや僕の予想では打点そんなないんですよあれ。いや多分いや上がってると思います多分。いいですか。でもそっちも打点ないっすよね。初はないし。初はないな。いやこっち一発もなんで。リーチ一発もなんで。いやこっち一発もなんで。打点ないから一発で帳尻合わせに行った気が。いやコールとかはないんですよね絶対に。ああ行くならレイズ。ブラフだった。行くならレイズなんですよね。ブラフだった。いやいやバリューだからですこれは。多分上がってるから降りれないと思うんですよ。降ります。いやいや申し訳ないけどうわいやいや初手から10枚ってどういうことなの。この戦法でも意外と疲れるから普通にかけちゃえばみたいな。これはあのもうショートスタック戦略なんですよね。何ショートスタック戦略なんですか。出てきた、はい、もう最初から入れちゃえばそう最初から入れるっていうもうそでそのなんかチップ持ってる人たちを下ろしてそのなんかもうその場 の, そのチップを稼ぐっていうそのそういう、ね、戦略なんですよね。リーチあのガチ以外でも何もんでもないやいつからそんなリーチ打ってあれそのゲーばっかりですけど惜しいないつも惜しいな惜しいな、なんでこんな金だあ、ちょっと待ってロンロンしますダマかダマパーピンロンダマパーピンロンでお願いします。でこれはザキさんからですね。僕がもう降りてるんで。なるほど。降りじゃあ終わるやん。終わるやん。これザキさんは。なんでかわからないですね。ここのパーティーからそんな進んでる感じなかったですよね。何がすか。なんかつもぎ。何がですか。何がすか。何がすか。二重つもぎ。チームも使ってない。いやーこれいっちゃおうかなー。いやーちょっといっちゃいますこれ。いいですか。じゃあコールですね。はい。じゃあいきます。はい。はい。お勝ち。白メンホン赤一マンガンです。五。白メンホンドラ一。ビーズもドラドラ。お。いやだ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 。待って待ってやめろやめろ。現状勝ってる現状勝ってる現状勝ってる。これでもドラ一だから。現状勝ってる。いやいや乗らない乗らない乗らない。さすがに乗らない。さすがに乗らん。はい、よっしゃー弱いザクさん弱いねクソゲーやんけこれクソゲーやんあ、いただきますいやもうリーチできないよこんなこっからこれやったのにここら辺からこれでさもうこれもスルーしてこっから出てたよ緑が1317 17負けました4枚か最後降りたせえこれ勝負しないといやいやいやきついってザキさんあれどうなんすかいやいやいやハイパイめっちゃ強かったんよなんで負けてるんすかハイパイハイパイこんなんだったんよなんか確かあーなるほどいやもうこれも行くしかないやろと思ってそれで10枚かもうここで決めようと思ってもう思ったより早く終わっちゃったねマジかちょっとなんかやっぱりね後悔雇ったらねとか言ってましたけど完全にフラグ見事なフラグすぎてはいじゃあというわけでねまあザキさん参加のポーカーのマージャン対決はモナカさん優勝ということではいイエーイおかしいなポーカーの実力関係ないわもういろいろ喋っただけだった確かに一番しょうもないやつだった定石を教えてだけ教えて理論、理論はそうだった理論だけ理論はそうだっためっちゃおもろかった全部前振りと思ってめちゃくちゃおもろいも動画に返すとめちゃくちゃおもろいめた…ただの生きてるだけのやつ生きてるだけのやつ強者感がすごかったいやおもろかったはい、というわけでね、今回お世話になった雀荘は花菊さんでしたね。まあ普段からね、あのフリーのイベントとかもね、いろいろやっててね、すごい楽しいお店なのでね、ぜひ皆さんも機会があれば寄ってみてください。名古屋の伏見駅の近くの雀荘となっております。
ぜひぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。